皆さんこんにちは、ミャオフォー散歩でございます。今回はですね、名古屋人だったら誰でも知っているチェーン店宮本むなしのご紹介でございます。まあね、宮本むなしというのはですね、ご覧になってわかるように定食屋さんなんですよ。いろんなね、まあメニューがあると。そしてですね、結構夜遅くまでやってるっていうことで、まあ私ね、一時期、よく利用しておりました。入店してみましょうか。店の中はこんな感じで、券売機で食券を買うというね、スタイルです。結構先進的な感じでしょ？さあ私、何を買ったんでしょうかね。まずはね、店の中の様子をご紹介いたします。まあこんな感じ。たまたまね、この時はお客さん少なかったんですけど、まあ、時間帯によってはね、非常に混んでます。そしてですね、ここはね、定食の場合ご飯、おかわり自由ということです。ついつい食べ過ぎちゃうって感じですけど、今回頼んだのはカレーでございますね。いやー、こういう感じでね、あの具の感じがないでしょ。肉がね、多少残ってるんですけれども、あとはね、完全に溶けちゃってる。そして真っ赤な福神漬け、昔ながらのやつですね。さあ食べていきますね。これどうです？まあ普通というかね、まあザ・カレーっていう感じの見かけですけどね、食べていくとね、これね、非常にね、まあ、甘口の感じなんですね。スパイシーさとかね、辛さあんまり感じません。非常に食べやすい、子供でもね十分食べられるっていう感じの味付けになってますね。まあせっかくですんで、福神漬け一緒に食べてみます。この組み合わせっていうのはね、誰が考えたかわかんないですけど、最高ですよね。福神漬けって多分ね、外国にはないんでね、これ日本ならではだと思いますよ。そしてこのサラダね、まあ生野菜とかはね、私はね別にいいんだけど、まあ一応あったら食べちゃいますね。そしてね、これはね、まあ、ご自由にっていう感じの漬物なんですけれども、これをですね、福神漬け代わりにね、ちょっとだけ食べてみました。どんな感じかっていうとね、やっぱりね、カレーと合わさると味はね、よくわからない。ですけれどもね、歯触りですよね。歯触りを楽しむと。まあ、ココイチでもね、ありますよね。まあ、私結構そういうの好きなんですけどね。まあ味自体はね、よくわかんないんですよ。カレーの味でか、マスクされちゃって。そしてですね、甘口カレーの場合の裏技をお見せしましょう。醤油ですね。甘口のカレーにね、醤油を垂らすとね、これが激うまなんですよね。私ね、これね、カレーに醤油入れるって、実はね、大好きなんですよ。皆さんやったことあります？ない方はね、一度試してみてください。醤油のね、辛さと旨味がね、カレーと合わさるとね、天国的な味になっちゃいますね。宮本むなしのね、カレーはね、本当に無難なんだけどね、それだけにね、万人受けする、そういうカレーです。名古屋でね、真夜中食べ物に困ったら宮本むなし。まあ、カレーだけじゃなくてね、いろんなものありますんでね、一度試してみるといいと思いますよ。もう一度言いますけどね、宮本武蔵じゃなくてむなしです。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回お会いしましょう。ジャパンイズソークール。